そうだね。へえ、こんな感じなんだね。なんかツイッターって感じだね。うん。上がってみる。うん。あ、そっか、手洗わないといけないね。そうだね。この、ね、そう。大丈夫、気をつけて。あ、ダメなのか。どうなんだろう。冷たいね。このくらいがちょうどいいよね。そうだね。あ、ここか。ここにいた。後ろに隠れてたよ。じゃあお賽銭しますか。持ってない。終わった。終わった。これはね、うん、自分の干支のところを触ると、うん、安産になるんだって。あ、本当。うん。でも、ゆうやくんってどうなのかな。このさ、ワンちゃんってさ、自分のさ、干支のところを触ると安産になるんだよね。あ、そうなの。そう、そうだったと思う。干支が書いてあるの、この丸いところに。あ、あ、そうなんだ。それでここを触ると安産じゃないかな。子授け、子授け犬だから子供授かれるのかな。あ、そうなんだ。そうそう、うん、私は辰年なので、うん、安産になりますように。大丈夫だよ。無事生まれてきてくれますように。うーん、厳しいよね。うん、安産になりますように。無事生まれてきてくれますように。頼みます。お母さんも頼みます。任せてよ。だって大丈夫かな、これで。うん、大吉がいいな。どうかな。何かな。パクリね。うん。あ、やばい。すごいね。ボロボロになっちゃったね。はい。あ、いいじゃん。そう。開運吉。吉だね。お産安心できる良い環境を作って臨みましょう。はい、わかりました。はい。あ、いいね。なんか似合わない。似合わない。行ってくるね。うん、気合い入れて大吉を狙ってください。大吉。お願いは大吉。どうしようかな。いるかな。今日じゃなきゃいいですよね、とりあえず。そうだね。うん、あ、取れない。これにしよう。じゃーん。ドドン。あれ、あ、何か入ってるね。そう、入ってんだよ。小槌だって。うーん、かわいいね。家宝にしましょう。家宝。うん、ああ、潔く生きよう。末吉ママ。あ、末吉ママか、うん、お産は安心してください。みんなに守られて安全安産です。よかった。それが一番いいですね。そう、潔く生きろってちょっとあれだね。面白いね。決心して生きろ。腹をくくれってこと。腹をくくれ、そうだね。でも仕事思うように動かぬが、今は辛抱せよだって。うん。
ゆっくり帰るか。